いやまず今日はこんな大雨の中たくさんのサポーターの手を駆けてくれて、その力が、僕たちを一歩一歩前に進めてくれたと思います。本当にありがとうございます。試合が終わった後目に光るものもありましたね。久しぶりの J1 で、しかも自分は半年で帰ってきた日で、やっぱり小学生いなければ帰ってきた意味がないと思ってましたし、自動ではなかったですけど、やっぱこういう形で小学できたことは本当に嬉しく思います。さあこの後は J1 での舞台です。共に J1 を戦うこれからサポーターの皆さんに一言メッセージお願いします。これからも、今日以上の応援をよろしくお願いします。J1 でも選手の力を見せていきましょう。今日はありがとうございました。